オスタンキノタワーは、ロシアのモスクワにある高さ540メートルのテレビ、ラジオ等である。ソビエト連邦時代の1963年から建設が開始され、1967年に完工した。2000年8月27日に火災が発生しその後、閉鎖されていたが、2004年に復旧された。世界大タワー連盟に加盟している。CN タワーが、 カナダのトロントに建設されるまでの10年間は世界一高い自立式建造物であった。2010年にブルジュハリファが完成するまでは完成した自立式建造物としては43年間ユーラシア大陸一高い建造物だった。2012年5月現在、自立式タワーとしては世界第4位の高さである。1963年3月22日に 建設が承認され、起工式典は1964年4月22日に行われた。1967年11月5日に最初の工事が終了。建設は1968年12月26日まで続いた。ホームページでは建設は54ヶ月続いたと記載されている。塔の高さは540メートル。 当初の高さは533メートルだったが後に、旗傘が建て増しされて国旗がなびいていた。現在、形容はされていない。土台を含めた塔の総重量は5万1400トン。建物の下部は、円錐状で基礎が試され、10台の支柱で支えられている。最大設計風速が起こった場合の塔の頂上の理論上の揺れは約12メートル。 テレビ信号の確実な受信半径は110から 120km である。展望台は 337m。東京タワーの大展望台、東京スカイツリーの展望デッキ、CN タワー同様に床の一部がガラス張りで真下が見えるようになっている。また、展望台上よりパラグライダーで降下することが可能である。塔は多目的に使用されており、テレビジョン、 ラジオの放送を行うだけでなく、携帯電話や無線呼び出し、無線通信の中継等、様々な用途の電波の送受信も行っている。また、高層気象ステーションや雷雨状況を調査する施設も、ある。公式サイトでは、地上例八十五百二十八二百一二百五十三三百五三百八十五五百三メートルの風向、風速、 温度などの情報。地上851億5025万3323メートルからのカメラ画像をウェブ配信している。1969年にオープンした回転レストラン、シジモエニエーボは、地上から328メートル、331メートル、そして334メートルにある。このレストランは後日の2000年の火災により10年。 以上閉鎖していたが、2016年11月に再開され、回転機能も復元された。2015年11月、パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼として、トリコロールの3色にライトアップした。2000年8月27日に火災が発生し、翌日に沈下。エレベーター昇降が破壊され、電力調達と換気機能、空調システム、熱と水供給システム、 通信及び信号系統が損傷した。原因は設備の老朽化によるものであり、3人が死亡した。展望台からのパノラマ、ありがとうございます。